今回はワークマンの財布をご紹介していきます。紹介する商品はこちらです。ワークマンのオンラインストアや店舗で販売されている財布を7点集めてみました。商品画像の下の黒文字が商品名で、上の緑色の文字が財布タイプになります。今回紹介する財布の素材ですが、コインケースからマルチケースには耐久性に優れたコーデュラファブリック繊維生地が使われています。ヴィンテージ柄財布とアンティークウォレットは合成比較です。それではコインケースから順に財布の仕様とお金とカードを入れた使い心地を見ていきましょう。ベーシックコインケースはファスナータイプの小銭入れになります。サイズは縦が8センチで横が10センチです。厚さは2センチになりますね。カラーは4色用意されています。収納ポケットは全部で3箇所あります。まず外側に1つとファスナー開けたメインポケットですね。で、右側にサブポケットがついています。ファスナーは YKK 製が採用されています。当然動きもスムーズですが、ちょっと個体差が目立つ感じがあったんですよね。こちらのモデルは店舗販売のみのモデルとなりますが、このあたりで生地が立ってファスナーが動きにくかったりするんですよね。なので店頭にある全てのモデルを触って一番動きのいいモデルを選ぶことをお勧めします。実際に収納するとこんな感じになります。外にはカードが入りますね。ただ生地的に滑りやすいので少し注意は必要かと思います。で、内側にはカード5枚収納できましたね。で、小銭は30枚入っています。広くて取り出しも簡単なのでいいですよね。で、ファスナーを開けてこのようにして持つといいですよね。傾けちゃうと落ちちゃうので、ここでファスナー止めてあげるか、この角度で持ってあげるって感じですよね。で、お札は2つ折りだとはみ出ちゃうので、こんな感じですね。4つ折りにして入れてあげるって感じでしょうかね。これでスッキリ収まりますね。で、ここにループ付きなので、このようなカラビナとかですねを通して使えるのもいいと思います。サイズの比較として iPhone 40 Pro Max ですね。スマホと比較するとこのようなサイズ感になります。コンパクトウォレットは小さめの三つ折り財布になります。サイズは縦が 7.5 センチで横が10センチですね。厚さは2センチほどです。カラーは3色用意されています。収納は外側にこのような大きめのボックス型の小銭入れがついています。で、見開き側は札スペースが2箇所と、中央にカードポケットが1つずつ配置されてますね。収納具合の確認として、お札を手前に10枚ですね。で、こちらに2枚入れてます。で、カードは4枚ずつ合計8枚入れてますね。で、小銭は20枚収納しています。使い心地としては特に問題はないですが、気になる点として、ここの生地がやっぱりよれてくるっていうのが気になりますね。財布を閉じるときにちょっとシワになっちゃうっていうのが気になるかなと思いますね。閉じるのはちゃんと閉じるので良いかと思います。で、カードも思った以上に数が入ってくれるのですごいなと思いましたね。で、カードを減らした場合でも同じように生地がよれたり、その特性は変わりなくって感じですね。あと、札に折り目が結構きつくつくのが気になるかなっていうのもありますね。使い心地としては特に普通の三つ折り財布かなっていう感じですよね。このコンパクトさでこの使用感なら特に問題はないかと思います。小銭入れはボックス型なのでよく中が見えますし、取り出しも簡単ですね。とても便利に使えると思います。で、閉じるときですね、小銭20枚と15枚でも試したんですが、このホックがちょっと届きにくいので、しっかり寄せてあげて閉じてあげるっていうことをしてあげたらいいと思います。サイズの比較としてスマホと比べるとこのような感じですね。かなりコンパクトですよね。このような感じで非常に良いと思います。 2way ウォレットは一般的な財布でいうと L 字ファスナー財布になりますね。あと紐もついているのでネックウォレットとしても使えますね。
サイズは縦が10センチで横が 12.5 センチです。厚さは2センチほどになります。紐の長さは約46センチです。結構長いですね。こんな感じです。カラーは2色用意されています。収納はこちら側に背面ポケットが1つついてます。でファスナー開けると中央のフリースペースですね。で両サイドにカードポケットが1つずつと、中央に面ファスナー付きの小銭入れですね。ファスナーは付いてます。ファスナーはちょっと見えにくいですが YKK 製が採用されてますね。あと紐が付いてるのが D カンに付いてるので、この紐を外してカラビナとかをつけるっていうのもできますね。収納具合の確認として、お札5枚とカード片側5枚ずつ合計10枚入れています。で小銭20枚入っていて、外側の背面ポケットですね、カードを1枚入れています。使い心地としてはカードがすっきり収まるサイズ感ですね。線生地なのでこのように押し上げたら出てくる感じですが、勝手に落ちる感じはなさそうですね。でお札を今ここに入れてますが、どうしても動いちゃうので、個人的にはこちらに一緒に入れてあげたらいいかなと思いますね。カード5枚とお札5枚なら問題なく収納できますね。お札が増えたら、まあ、カード抜いてあげるって感じですね。でこちらもこのように入ってて取り出しも簡単ですね。やっぱ滑りやすいのが個人的には気になっちゃいますね。ちょっとこのようにバラバラとなっちゃうので、そこが気になるかなって感じですね。小銭入れはマジックテープの音がしちゃいますが、まあ、そこは仕方ないですよね。使い勝手としては結構見やすいですね。で取り出しも簡単なので、使用面に関しては特に不満が出るっていうことはないかと思います。でこのフリースペースが空いたので、レシートとか入れとくのもいいですよね。でこの状態で閉じると、小銭が下の方で固まっちゃうので、厚さが出るのは仕方ないかなって感じですね。小銭を減らしたりカードを減らしたりすると、その分厚さが抑えられるって感じですね。サイズの比較としてスマホと比べるとこのような感じですね。厚さが出てしまうので、カード抜いてみましょうかね。小銭が下の方で固まっちゃうので、見た目はあまり変わりませんが、圧迫感は少なくなったって感じですね。スリムウォレットは一般的な財布でいうとフラグメントケースになりますね。サイズは縦が 7.8 センチで横が 11.5 センチですね。厚さはかなり薄くて1センチになります。カラーは3色用意されています。収納ポケットは外側にカードポケットが5箇所ですね。こちらに 1,2,3 と4と5になりますね。でファスナー開けるとシンプル構造ですね。中には平紐とプラスチック製のナツ管がついてますね。ファスナーは YKK 製が使われています。収納具合の確認として、カードポケットにカード1枚ずつ合計5枚ですね入ってます。で小銭を試しに20枚入れた状態にしてます。そうするとかなり重なって、ファスナーが閉まるのは閉まりますが、厚みが出てしまいますね。でカードが入っているので開きにくいので、基本小銭は少なめか空にしておいて、お札を使った時のお釣り入れとして開けておくのもいいかなと思いますね。でお札はサイズ的に2つ折りでは入らないので4つ折りにして、まあ、ここに入れるとか、こちらの外ですね、カード抜いてこちらに入れておくのもいいかなと思いますね。で小銭を抜いちゃうとどうかな、空にしてちょっと挟まってます。この状態にしておくと、まあ、この場合だったらお札をこっちに入れておくのもいいですよね。で小銭今5枚とか10枚とかなら問題ないかと思いますね。でカードが滑りやすいので、外側には
2枚重ねとかで入れておいた方がいいかなとも思いましたね。その分きつくなるので滑りにくくなりますよね。心配な方は大切なカードはもう中に入れちゃうっていう使い方もいいかなと思いますね。カードが滑り落ちるのもちょっと怖いなと思ったので中にまとめて7枚入れてみました。でお札を4つ折りで1枚と小銭10枚入った状態がこちらですね。でファスナーも普通に閉まるので問題ないですね。で外側には、レシートとか小付け足カードを1枚だけ入れとくっていう使い方もありかなと思いますね。収納量を戻してカード5枚とお札1枚、小銭20枚入れた状態をスマホと比較してみましょう。小銭が多い分厚さは出てしまいますが全体的に非常にコンパクトでいいですよね。で基本的には薄くまとまるので非常に持ち出しやすいかと思います。マルチケースは一般的な財布でいうとネックウォレットにも当てはまるかなと思います。サイズは縦が18センチで横が14センチです。厚さは1センチほどですね。でカラーは3色用意されています。サイズが大きいのでショルダーベルトを外してみていきましょうかね。で簡単に取り外しができます。で収納もたくさんありますね。ちなみに見開き幅は実測で43センチほどありました。かなり長いですよね。でファスナーポケットが外に1つですね。で内側にメッシュタイプが1つとここにも1つついてます。でカードポケットは真ん中に集中して4箇所ありますね。でフリーポケットはメッシュタイプが1つとここの一番奥に深いフリーポケットが備わってます。収納具合を見てみましょう。こちらのメッシュポケットにはお札と小銭を入れてみましたがこのような感じで1万円札がギリギリちょうど収まる感じですね。で小銭もこのまま入れてもいいと思うんですがちょっとばらけちゃうので先ほど紹介したコインケースとかに入れちゃってコインケースごと収納しておくっていうのもいいかなと思いますね。こんな感じです。でこれでも普通に閉まるので特に問題ないかと思いますね。でこちらのフリーポケットですね。ここには B7 サイズの領収書2つ折りで入れてますがちょうど収まる感じですね。レシートとかそういうのも挟んでおくこともいいかなと思いますね。あと駐車券とか一時的な収納に使えると思います。カードは今2枚ずつ合計8枚入れています。ここは特に問題ないかなと思いますね。幅もちょうどいいので思ったより滑らない印象もありますね。でこちらのファスナーポケットには、鍵などですね入れたりしたら安心かなと思います。で一番深いところですね。こちらのフリーポケットには iPhone 14 Pro Max がすっぽり入るサイズ感となってます。でこのまま閉じることができるのでまとめて一つに収納できるって感じですよね。ちなみに外側のファスナーポケットはこのスマホだとはみ出ちゃうので他のサイズを見て入れてあげるっていうのもありですね。ヴィンテージ柄財布はスタンダードな2つ折り財布になります。サイズは縦が10センチで横が11センチですね。厚さは 2.5 センチほどになります。カラーは2色用意されています。収納は札入れが仕切り付きで2箇所になりますね。で見開きの左右にカードポケットが4箇所ずつですね。でその裏にサブポケットが左右に2箇所ずつついてます。で小銭入れは外側ですね。ここに大型のボックス型で小銭入れがついてますね。使い心地を見ていくとお札は今2枚と8枚に分けて入れています。で札スペースは幅は広いんですが
カードと小銭入れがあるので思ったよりかは開かないかなっていう印象ですね。取り出しとかはそこまで不便さはないので問題はないかと思います。気持ちこちらが硬いですね。でカードポケットですね。カードポケットは可もなく不可もなくっていう感じでしょうかね。取り出しも収納も簡単にできますね。あとサブポケットにもカードを入れることができますね。小銭入れは外側で今20枚入れてますが、このような感じで見やすくって取り出しも簡単ですね。ただ締めるときですね、ここの幅も大きくてホックの位置が結構中央寄りなんですよね。なのでホックの位置がずれやすいっていうのが気になりましたね。なんとか締まるって感じなんですよね。小銭20枚でちょっとホックがずれやすいので収納量とか傾きとかですね、気をつけて締めてあげないといけないかなっていう印象はありましたね。見た目の大きさよりかは思ったより収納できないっていう印象があります。もう一つ気になる点として、ここのカードポケットの端ですよね。財布を畳むときにこう合わさっちゃって畳みにくいっていう感じがありますね。浮きやすくなっちゃうんですよね。このように開きやすくなっちゃうので、ここもちょっと気になるかなっていうのはありますね。ワークマンの二つ折り財布は財布を畳むときや小銭入れでちょっと気になる点があったので、比較としてこちらは100均のダイソーの330円税込みの二つ折り財布になります。収納ポケットの数や収納方法は違いますが、全体的な使い心地を比べたときに個人的にはダイソーの方が使いやすいかなと思いましたね。札入れはガバッと開きますし、カードポケットは片側ですがサブポケットもついているのでカードも増やせますね。で小銭入れの位置がスタンダードなところにあるので、あと形ですよね。なのでこっちの方が馴染みがあるのかなと思いましたね。素材の強度とかはやっぱりワークマンの方が強い印象がありますが、価格差ですよね。330円と、1500円ですね。こちらがでどちらを選ぶかってなった時ですね。あと使いやすさを重視するのであればダイソーでも十分かなと思いますね。ちょっと個人的に気になったので紹介させていただきました。お札10枚、カード8枚、小銭20枚入れた状態でスマホとサイズ感を比較してみましょう。小銭切れが外側にあるのでちょっと厚さが出やすい印象がありますよね。で乗せてみます。やっぱり開きやすいですね。このように大きさとしてはこのような感じになってます。アンティークウォレットは形としてはランドファスナー財布ですが、大きさのイメージとしてはトラベルウォレットに近いかと思います。サイズは縦が 10.5cm で横が 15cm ですね。厚さは 2cm ほどになります。カラーは3色用意されています。収納ポケットは全部内側ですね。ファスナー開けるとこのような感じで迷彩柄が特徴的ですね。で上の方に深めの札スペースが仕切り付けで2箇所ありますね。で左側にファスナー付きの小銭ですね。で肩待ちになってます。ここは縫い付けですね。で左側にカードポケットが4箇所あります。その裏にフリーポケットが1箇所ですね。収納具合の確認として、お札は10枚ずつに分けて合計20枚ですね入れてます。で小銭30枚入れてます。カードは2枚ずつ重ねて合計8枚ですね。でこちらに B7 サイズの領収書を2つ折りにして入れてます。使い心地としては、深さがあるのでこのように組まれてを入れて取り出すって感じですね。ここは慣れですね。で縦向きでははみ出ちゃうので横向きにして入れる必要があります。使い方次第で便利に使えるかと思います。で小銭入れはこのように財布を横向きにして使う形になりますね。こちらの方にどうしても偏っちゃうイメージがありますね。
あとこちら片待ちなので開きやすいですが、奥の方に小銭が挟まるっていう感じもありますね。収納量自体は30枚入れても余裕な感じですね。ここも慣れちゃえばって感じでしょうかね。特に問題はないかと思います。でカードも2枚ずつ入れてますが、取り出しも簡単ですね。ここは特に問題なく不満なく使えるかと思います。でここには領収書を入れてますが、レシートなど一時的な収納にも使えていいかと思いますね。この収納量でスマホとサイズ感を比較してみましょう。厚さ的にはこのような感じですね。でスマホを、スマホに置くとあれですね、スマホを上に置いた方がいいかな。こんな感じですね。長さ的には気持ちスマホの方が長いかな。で幅的にはこんな感じですね。まあ一緒に持つとしたらこうかな。こんな感じで持ってますね。あと合成比較の素材もふんわりとしてて手に馴染む質感なので、そこもいいかなと思いますね。便利に使えるかと思います。